はい、どうもー、はい、どうもー、水田洋太です。お願いしまーす。では、一度頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。トミーでーす。カンです。お願いしまーす。ガチボードゲーム対決をしようかなと思ってます。ガチボードゲーム対決、なんか結構有名らしいんですけど、スタイリッシュってかっこよくないですか？お、なんか綺麗ですね。なんだ、どうしていくんだろう。はいはいはい、読みまーす。読んであげてください。読み上げてください。読んでみてください。立体思考で活動を開く最もミニマルな。はい、もう一回から。立体思考で活動を開く。はい、もう一回。立体思考キューボイドから。キューボイド。立体思考で活動を開く最もミニマルなボード。ミニマムな。まるでーす。盤上にある点で構成されたグリッドに合わせて手持ちのブロックを交代で一つずつ置いていき、相手よりも先に相手のブロックを手前と奥でつなぐことができたら勝ちというゲームです。うん、難しいですね。簡単じゃん。多分こうしてこれとかでも超えるのもありってことだよね。とりあえずつながった線で超えれば。めちゃくちゃ面白くない？めちゃくちゃいいですよ。つないでって回り道してでも向こうに届く。はい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 、いつでもどの向きにでも置くことができますと。だから急にこれとかもあり、あくまで縦方向、横に行っても勝ちにはなりません。ゴールは1回、1回じゃなきゃダメなんだ。ああ、なるほど。つながる条件は面、横にこうやってつなげていくのもなしってことだ。つまんなくなっちゃう。そうだね、うん、重ねても OK、うん、空いてたらダメだと。7ブロックを使い切ったら延長戦。やっていきます。はい、最初はグー、じゃけっぽい。じゃあいきますよ。真剣勝負ですよ。そういうことだよね。結構シンプルなゲームですね。うん、シンプルイズベストって言うからね。ここまでなんだ。これだから今繋がってないですよ。これ今繋がってる。ねえ、それカチカチ、そのデコピンしなくていいでしょ。カチカチすんの。確実にデコピンはしなくてよかったでしょ。でピッてやんの。囲碁習ってたんで。なんだそれ。囲碁習ってたんで。うん、何語？うんうんうん。いや何それ、聞いたことないの。謎のリズム何それ。うんうんうん。はあ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 。うんうんうん。何はあはあ。今こんな感じですね。うん。よいしょ。よいしょ。まあ遊びだから。はい。はい、それね。え、コアコア。はい、そのパターン。コアじゃん、コア。はい、カットいたします。うんうんうん。ん、何の音それ。めっちゃ嫌なんだけど。不安を煽るその BGM なんなの。やべ。うん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 いや、なんなんそれ。なんなんなんだ、不安煽る音めっちゃやだわ。うんうんうん、何そのうん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 っていう音。うんうんうん、うわ、めっちゃやってきてんな。あー、頭いいね。そしたらかなりやりづらくなるじゃないですか。まあね。うん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 、こうな。いや、待てよ、こうされたら結構意地悪か。うん、そうね、確かに。結構いい一本。そうね、打ってるな。縦もありなの面白いね、確かに。立体ってなかなかないですからね。うん、置いた。うん、はい、どこ置いた。面白いね。やばやば、多分ここ、ここな。で、ここかな。はい、お願いいたします。へいし、こいつここやってくるな。今はな。いや、うざいな。ここに固執してるの面白くない？逆にね。うん、なんか楽しくなってきた。待てよ。いや、今置いたよ、もう。君置いたよ。さっきもう俺は勝ってたもん、今、絶対。勝ってはないでしょ。いや、ここ、多分。あ、詰ませれるってことね。いや、2手でいけるから、そこ置いてたら勝ってたのに。あ、そうなの？じゃあこっちやろう。いや、ずるいずるい。
確かにね、攻めすぎてもダメっていうのもあんのか。そうだね、これが一回終わったらおしまいですもんね。あ、そっかそっか。だからどっちかっていうとそこまでお互い逃げ切ればみたいなとこあるの。あ、そっか、そういうのもあんのか。何が、あえて上に高くいくっていうのも戦略だったのかもな。確かに最初からこう前前じゃなかったのかもね、戦略、うん、もしかしたらなんかあったかもな。ちなみに多分こっちのラインは多分こっちと繋がってないですよ。こいつが繋がってんじゃん。いや多分、あ、繋がってんの。あ、どっか切ったつもりだったの、なんだっけあれ。来たぞ、大手です、大手ですよ。お、大手ってか勝ちじゃないの。勝ちですよ。うわ、うざい。あ、これでもお前の勝ちだわ。うわ、悔しい。おもろいね、このゲーム。これおもろいね。よっしゃーい、すごい、ありがとうございます。途中まで攻めてたのに。ありがとうございます。もう一回やろう。いや、下手か、後処理下手か。めっちゃ怖かった。いや、これめっちゃおもろいぞ。おもろいね。さあ、一応グー、じゃあ、けっぽい。やばい、よし。いや、これどういう戦い方が正解かって話なんですよ。いやさ、俺のさ、ミスじゃね、俺最初こうやってやっとくべきだったんだよね。なんかここ一個なぜかさ、間違えて開けちゃってたじゃん。いや、まあだから、でも俺さっきやってて、それはそれでプラスだったのかなとも思った。こっちが開いてたから、なんか、繋げれればいいわけじゃん。このゲームのダメなのって、相手チームにここ全部揃えられたらきついよね。そうだそうだね、うん。で、自分でさ、一個も取ってないっていうのでさ、お前のここ守る。そうだね。でもあれはあれで怖かったけどな、本当は。照れすぎ。え、なんで？なんで？いや、なんか同じじゃん、同じじゃん。四角変動。同じじゃん。はい、はい、なくなりました。キテレツ攻撃してんだからよ、ね、これだけは動かないという約束をしてたのに。大丈夫だった？うん。めっちゃ角いくじゃん。ここでだから縦とかなんだろうな、おそらく。その、そうね。俺もあれやろうかな。うん？最強の技やろうかな。何？なんだその技。打ち立ててるじゃん。打ち立てていくぜ。大黒柱打ち立てて。あの、見えないっていううざさはあるな。あー、でもうざいわ、ちゃんと。これだって、本当に動けなくなるから。そうだね。やば、負けそう。いや、でもいいかも、意外と。意外と俺もなんだかんだで進んではいる。進んではいるっていう状況が来てる。まあ、お前、囲碁のやり方だね。囲碁のつなぎ方しろ。そう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 。縦、縦で攻めるっていうパターンですよ。うん、お、そっち行った。やばい、そういうことか。うるせえな、バンってのが。いや、こっから全部が連鎖していくぜ、俺。そう、始まるぜ。囲碁のやり方だな、本当に。やば。ここ繋げる。ああ、繋いでね。実は結構来てるからね。うん、確かに。お前は今現状めちゃくちゃ来てはいるんだけど、これがどっちかっていうのはちょっと分かんないです ね、 ね、経験値がやっぱ少ないから。うん、うわ、そういう飛ばれるのやっぱ嫌だな。こっちつながるからね、その場合。あ、うざ、うざすぎんな。こいつ囲んでった方がいいな、絶対。あそこ繋がんないようにね。これ強い人超強そうだな。ね。
でも結構やっぱ縦戦法いいぞこれ絶対。縦戦法いいね。あそこに、まあでもこうだな。まあそこはそうだ。縦戦法置きづらいっていううざさはある、ね。お来てんな。でまあここだろうね。多分あと2手いっちゃうだろ。俺多分でも。でもこれで俺の勝ちだな。俺でもこれ繋がるでも。いやもう繋がってる俺。え？見せ。こうやって。え待って。繋がって。それ違うじゃん。それは違うじゃん。いや勝つって言ったじゃん。それは違うじゃん。勝つって言ったじゃん。いや先にもうちょいアラート欲しいって。勝つって。いやもうちょいなんかあと。勝つって。いや大手感。いやウノって言ってない。じゃウノっていうゲームじゃないじゃん。いや今のは絶対違うと思う。なんでいや急に勝ちましたじゃないじゃん。ねえだってじゃあ別にディフェンスさせなかったじゃん。いやいやそれでお前がアラート出してないんだよ。なんアラート出してないんでって、こうなっちゃう。こうすればいいんだろ。いやお前もいや完全にやったじゃん。やってないよ。いやいやそれやったじゃん。やってないです。余裕です。はい、ディフェンシングしてるわ。こういうディフェンスだからね。じゃあここで勝ちです。いやじゃあ、うのって言ってないじゃん。じゃあうのでうのって言う、うん、うのずっとうのだよそれで言うと。ちそれは違う。ここでガード、こで、ここ空いてる。でも、なこれ斜めなしだよ。いや、おかしい。おやった、うざっ。これだけ動かさない約束とか言ってやったじゃん、ガーって。はい。いや、楽しい。はい、1対1。次、あれだよ、勝った。ラストやりますか。次勝った方が勝ちだよ。はい。はい。最初だけ、じゃあ、ぽい。うわ、やば、これはやばい。2個打っていいってことですか。なんでだよ。これさ、うん、もう今、多分めちゃくちゃ強くない。え、わかんないけど、結構楽しめてるよ、俺。ちょっとこれ今、多分めっちゃうるさいな、ガンガよ。はい。え、これ縦戦法が結構強いんかな。俺は今ふざけたけど、上から行こうと思ったけど、うん、結局あれあんま意味ないな。速さだな、やっぱ。めっちゃ意地悪ちゃう。これ嫌じゃない、シンプルに。あーもう守りになっちゃってるわ。よくない。それさっきと俺と一緒だった、ね、さっきのお前になっちゃってるわ。本当に意味ないからね。あこれしかも俺間違ってたの。ここえ、そういう戦略じゃないの。また間違えてた。うざっ、うざっ、間違えてた。いや俺なんか、あえてそれをまた。ちょっと最初からやる。はい、嫌です、嫌です。最初からやって、最初からやって。ここですよ。うわ、うざい。ということで、はい、肌色のエアポッドつけててもバレないです。何それ。でしたうざ、肌色ね。本当だ。一番初めに先生に高校入って怒られた時は、怒られた時だ、うん、とりあえず内部生がいるから、中学校から上がってるやつがいるから、そいつがなんかやっぱ幅利かせてるわけよ。そう最初はね、うん、友達多いから、うん、で俺高校からだからやっぱよろしくお願いしますっていう状況で、うん、隣のやつはもうさ、朝のその先生のお話の時にお弁当食べてたのこうやってで、あ、お弁当食べていいんだって。いやそれ先生の話の時ね。そうで、あ、お弁当食べていいんだな、でも俺は一回食べないとこってやってたの、うん、で、2日後ぐらいにお弁当食べたのよ。慣れねえことすな。いや、いや、お弁当は食べていいんだってもう思ってるから。いや、それはその学科の時だって食べてるんだもん。いや、でもホームルームで食べちゃダメだろ、多分。でも食べてて
怒られてないから、あ、俺もお腹空いたから食べよって食べたら、いや、食べるなよって、食べちゃダメだよって言われて、それ以来その、学活みたいな時間を俺とそいつの間にずっと先生立つやった。いや、俺じゃない。なんでだよ。俺もだから共犯みたいな。で、そいつは頭おかしいから俺に話しかけてくるんだ、それなのに。ねえ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 って、先生言うからやめろって。